最近面白い商品を見つけました。それがこちらです。壁に埋め込むタイプの USB 充電器です。カフェとか空港とか、あとホテルとかに行くと、よく見るタイプの USB 充電器です。今日はこれを実際に使ってみたいと思います。もちろん分解もします。一応スペックです。 USB Type A で充電したときは最大 2.4 アンペア、 Type C で充電した場合は最大 3.0 アンペアです。なので充電速度は最近の急速充電器と比べると速くはないです。早速この壁埋め込み式の USB 充電器をコンセントに取り付けます。ただコンセントの電気工事には電気工事士の資格が必要です。もし取り付けたい人がいたら電気工事士の資格を取りましょう。私は電気工事士の資格を持っているので自分でやってしまいます。作業するときは念のためここに通っているブレーカーも落としておくといいでしょう。特に難しいこともなく施工できました。実際に使ってみます。はい、充電されてますね。問題なしです。というわけで実際に壁埋め込み式の USB 充電器を使ってみたわけですけど、あると便利ですよね。例えば寝室とかそういったところに置いてあげるといいんじゃないかと思います。誰がこういうのを導入したらいいかっていうと、例えば壁にこういった USB 充電器が刺さってるのが嫌な人とか、そういった人がこれを導入するといいんじゃないかと思います。でこれが必要かと言われると、必要ないですね。結局壁にコンセントがあればそこに USB 充電器をこういう風に挿せば同じことですよね。でこれを家に導入する必要があるかと言われると、そこまで導入する必要はないんじゃないかと思います。私の家にこれを導入するかしないか、どっちか選べって言われたら、多分しないと思います。なんでかっていうと、まず一つ目の理由が USB 規格がいつまであるかわからないからです。で皆さんも USB ケーブルよく使うと思うんで、あえて詳しく言う必要はないと思うんですけど、規格が結構コロコロ変わりますよね。USB A があって、 USB マイクロとか USB ミニとか、これは USB Type C もついてます。で実際家にこういう設備を入れてしまうと10年20年、そういった長いスパンで使うことが予想されます。なのでこういったのを入れてしまっても、ちょっと時間が経ったら、規格が合わなくて使えなくなっちゃうみたいなことが、おそらく予想できます。なので入れないですね。それが理由の一つ目です。二つ目の理由ですが、 USB 充電器には寿命があります。 USB 充電器は中に電子部品が使われています。その部品は使うごとに劣化していきます。10年間使っていればおそらくどこかが壊れ始める、そんなこともあるかと思います。でそういったものを家の壁に入れときますかっていう話です。で多分コンセントなんかは10年20年、もしかしたら30年くらいノーメンテナンスで使うと思いますが、 USB 充電器の場合はどこかでメンテナンスする必要があるわけです。それが10年か20年かは分かりませんけども、いずれやってきます。そういったメンテナンスのことまで考えてしまうと導入するのを少しためらいます。多分こういった壁埋め込み式の USB 充電器自体が一般家庭での使用を想定されてないんですね。どこにこういうのが設置されてるかっていうと、ほとんどが商業施設です。ホテル、空港、あとカフェとか、そういったところですね。そういった商業施設ではメンテナンスが頻繁にできるので、問題なしですね。一般家庭でそこまで頻繁なメンテナンスがあるかというと、なかなか難しいと思います。費用の問題とかそういったことですね。電気工事士の人を呼んだり、そういったいろいろな手間があります。そういったことも考えてから導入するのをおすすめします。早速ですが分解します。ここからが実質本編です。なぜ分解するのか。
先ほど話した通り、この USB 充電器の中には電子部品が使われています。電子部品の寿命は無限ではありません。ある程度使い始めると劣化し始めます。そしてそのまま使い続けると最終的には壊れます。なので分解してみて、中にどういった部品が使われているか、そういったことを確認することが非常に重要です。最近の家は断熱性能がかなり上がってきています。当然ですが、コンセントボックスの中も断熱されています。そのコンセントボックスの中で USB 充電器が発熱すれば、当然熱の逃げ場はありません。電子部品は熱に弱いですから、そういった発熱にも気をつける必要があります。部品は見える範囲ではこんな感じです。なぜかはよくわかりませんが、ここに銅の板がくっついています。この黄色い部品は変圧器です。その変圧器の上に銅の板がくっついていました。おそらく放熱のためにつけられていたのだと思います。この黄色い部品、変圧器ですが、比較的劣化の少ない部品です。なので寿命について考える必要はないでしょう。この部分に円筒状の部品が2つくっついています。これは電解コンデンサです。裏面にもちょっと部品がありますね。ここに3つまた似たような円筒状の部品があります。これも電解コンデンサです。この電解コンデンサは劣化しやすい部品の1つです。ただこちらの面についている電解コンデンサとこちらの面についている電解コンデンサの種類が違います。この面についている銀色の電解コンデンサー、これは導電性高分子アルミ固体電解コンデンサーと言います。一方でこちらの面についている電解コンデンサーはアルミ電解コンデンサーと言います。これは一般的によく使われるタイプのものです。とりあえず劣化しやすい部品を2つ発見しました。こちらのアルミ電解コンデンサーと高分子アルミ電解コンデンサーです。ただしこちらの高分子アルミ固体電解コンデンサーは比較的寿命が長いとされています。一方でこちらのアルミ電解コンデンサーはそこまで長くはないです。もうちょっと分解してみて、他に劣化しやすい部品がないか見てみます。この面にはかなりの部品が載っています。で、IC 部品がいくつか載っていたり、あとこの部品は積層セラミックキャパシタですね。でこちらの面にいくつか載っています。でそれ以外にもこの黒い部品、これは抵抗ですね。で見た感じだとこの面に載っている部品はほとんど劣化しない部品ですね。使っていても全然劣化しないような部品です。で先ほど説明しませんでしたが、この面にも IC 部品がいくつか載っています。他には積層セラミックキャパシタやフィルムキャパシタなんかも載っています。この青色の部品がフィルムキャパシタです。使われている部品を一通り見てみましたが、特に劣化しやすい部品はこちらに使われている電解コンデンサーだけになります。ちょっと詳しく見てみますか。サムソンと呼ばれる会社が作っているようです。容量は15マイクロファード、耐圧は400ボルトになっています。温度表記が見つかりました。105度と書いてあります。電解コンデンサーの温度グレードにはいろいろあります。85度か105度が割と一般的です。ここに電解コンデンサーがあります。ちょっと切断してみます。でこれが切断面です。中にロール状に巻いてあるものがあります。これをちょっと押しつぶしてみると、はい、なんか液体が出てきましたね。これは電解液です。分かりやすいようにちょっと大きめの電解コンデンサーを用意しました。電解コンデンサーの中には電解液が入っています。これは先ほど見ていただいた通りです。電解コンデンサーは使っていくうちに中の電解液が蒸発していきます。でどのくらいの速さで蒸発していくかは、この電解コンデンサー自体の温度によります。温度が高くなればなるほど蒸発のスピードは上がっていきますし、
まあ、低い時はそこまで蒸発のスピードは速くありません。電解液が蒸発してしまうとどうなるかというと、静電容量が下がっていきます。ここに4700マイクロファードと書いてありますが、この値より小さくなってしまいます。そうなってしまうと電解コンデンサーとしての役割を果たせなくなってしまうわけですから、この回路としての動作がおかしくなったりしてしまうこともあります。実際に使っている時に電解コンデンサーがどのくらいの温度になっているのか知りたいです。なので本体の底の部分にドリルで穴を開けて、そして温度計を入れます。これは測定風景です。電子負荷を使ってスマートフォンを充電している時と同じ状態を再現しています。先ほど USB 充電器の裏側に穴を開けました。そこから温度計を挿して電解コンデンサの温度を測定しています。こちらに温度が表示されていて48度になっています。まあ、この実験の条件だと今オープンスペースです。なので空気の対流でこの本体自体が冷やされていることになります。実際の測定条件はどうかというと、これをコンセントボックスの中に収めます。なので空気の対流はない状態です。しかもコンセントボックスの周辺はしっかりと断熱されていますので、まあ、もう少し温度が上がりやすい状況になります。なので電解コンデンサの温度は48度プラス5度くらいになるかもしれないですね。先ほど実際に使用している状態での温度を測定しました。なぜ温度を測定したか、使用している時の温度から製品の寿命を予測することができます。これはアレニウスの式っていうのを使うことでできます。電解コンデンサの場合は使用する温度が10度下がると寿命は2倍になると言われています。この製品に使われている電解コンデンサの温度グレードは105度でした。例えば105度で4000時間の寿命があると仮定します。一般的な電解コンデンサの寿命はだいたい2000時間から4000時間です。長寿命品は1万時間くらいのものもあります。使用時の温度が10度下がると寿命は2倍に伸びます。例えば105度で4000時間の寿命を持っているとしたら、95度では8000時間の寿命を持っています。これは電解コンデンサの場合です。で、85度、75度、65度、55度というふうにどんどん下げていきます。まあ、使っている時の電解コンデンサの温度を55度と仮定します。これは先ほどの実験の時の、まあ、温度プラス5度というふうにしています。計算してみると105度で4000時間しか寿命がなかったものが55度で使うと12万8000時間の寿命を持つことになります。例えば1日2時間充電したとしましょう。そうすると6万4000日使えるわけですね。6万4000日使えます。6万4000日はこれは何年だ、6万4000割る365なので175年ですね。175年使えることになります。まあ、部品として175年も使えるなら、まあ導入するのもありですね。まあ、電気工事士を持ってる人とか、まあ、自分で割と簡単に導入できるような人は、まあ、これを使ってみてもいいんじゃないかと思います。まあ、あとこの製品を使っていいことはコンセント周りが非常にすっきりすることですね。やはり既存の USB 充電器だとコンセント周りが非常にごちゃごちゃしてしまいます。なのでコンセント周りをすっきりさせたい人にはこれも非常におすすめのものになっています。確か2021年の5月の後半にパナソニックから急速充電、PD だか QC に対応したやつが発売されると思います。なのでそちらの方を導入検討してみてもいいかもしれません。それでは最後になりますが、動画のご視聴最後までありがとうございました。もちろん分解もします。